裏話な、私あんまり基本的に裏話というものを覚えてないんですけど、なんだろう、あでも抹茶会とめっちゃ喋ったな。なんか抹茶会たちの後ろの席っていうか、あれだったじゃん、抹茶会たちがさ真ん中のこの席にいて、私たちここら辺にいたじゃんか。ああ、すごいすごいガビガビしちゃった。ここら辺に抹茶会たちがいてさ、ここら辺に私たちがいたじゃん、あの席的には。で抹茶会がねめっちゃキョロキョロしてて、の何なんかあのあれ、あの進行みたいなのさ、こうね事前に話してる時にさ、スタッフさんがね、なんか間違いがめっちゃキョロキョロしてて、なんか間違いめっちゃキョロキョロしてるなって思った。でもチラって目が合ったり合わなかったりしてて、あこれ私のこと探してるんかなって思ってな、間違いの席まで、あの話が終わった後に、じゃあ一旦各自解散でみたいになった時に、間違いの席にパーって行って、久しぶりって言って、私のこと探してたでしょって言ったら、えなんで分かったのとか言ってフレンダーって思いながらキョロキョロしてたんだよねってめっちゃ可愛くないめっちゃ可愛くない。なんか間違いとあんまり話す機会が最近なくてさ、お互いに忙しくてさ、そうそうそう、だからあのめっちゃ久々に喋ってめっちゃ楽しかった、マジで。久々に喋ったけど間違いなんかいつも通り可愛かったわ、ずっとニコニコしてて。親戚の子べったりだったって言ってた。べったりっていうかね、なんか普通にずっと、確かにな、ずっとべったりだったかも、ずっと一緒にいたかもしれない。うん、なんかご飯食べるのとかもずっと一緒にいた。うん。